これが階段階を背負う人たちが面白いことになったので、ちょっとショックで。いただいてありがとうございます食べた方がいいっすよって言ったの。豚麺を何個も食べるんだったら、なんか食に興味ないですよね。私もそうなりたい。あ、田中君の、はい、あの YouTube 撮ってんだよ。あ、そうなんですよ、すいません俺も出よう、うん、ありがとうございます。じゃあ早瀬とかいっぱい出してやってよ。あ、もう出ていただいてます。あ、そうなの。唇は分厚いって何せ遥かみたいなこと言わないでしょ。オッケーです。すいません、ありがとうございます。本当にいい形ですよね。先にお先です。はい、はい、どうも。失礼します。失礼します。お、3階。考えた。すごいですね、もうこれね。すごい。今日は。はい、収録してるんです。今日は結構なかなかの人たちが勢ぞろいしたっす。あ、失礼します。大変ですか。密着がいいです。密着って言うと、あの年がいいですか。年がいいの。密着やないやね。スタートじゃないですか。これしかないんですよ。そういうやつの方が強力でいいじゃないですか。いやいやいや、あれそれでいいじゃないですか。いや今日緊張してます。やっぱり呪物のプロフェッショナル集めてるだけで挟まれて、いやつまり集めてるのはプロフェッショナル、僕別に呪物の人じゃないのにいるから。今日はどんな番組なんですか。今日はね、呪物を紹介します。はい、でも鑑定団呪物バージョンみたいな。ハンマープライスの、グッズがあるみたいですね。今回の呪物って書いてある。この番組のやつですよ、これ。T シャツ。今回のためだけに作ったんだ。そうなんです。サコッシュ。めっちゃ力入れて。しかも、またおしゃれに。マウカップ。最近の、これいいよね。本当にグッズ。これいいですよ。これこっちがいい、好きなの。かわいいですね。背中なんて書いてるんですか。これあの番組の緊急検証。山根さん黒ですよ。ね。もういつものメンバーっていう感じです。これはずっと。マイクつけてください。はい、適当にいてください。自由僕先に行ってて、あの作れないって言われて、もう作ってないからって、なんか言ったんですよね。魔法の言葉を、何か聞いて分かんないですけど。これはいい、これは10円。いやいや、奥です。今日の主役です。主役、嘘じゃないよ。脇の脇やろ。いや、主役中の主役ですよ。脇 B やろ。いや、僕もでも最初は大丈夫かなと思うんですけど、こうして並ぶってみると違和感ねえな。いや、違和感ありありです。ありありです。ないごめんなさい、ちょっと一回何で説明します。登場から説明します。皆さんはここに立っていただきます。場所はここです。1人目の依頼人の登場です。伊藤さん7回です。こうやって伊藤さんの名前を見上げて、ここにです、こちらに。1人目の依頼人の登場です。します。東京都からお越しの綾瀬康弘さんです。綾瀬康弘です、お願いします。こちらはどんな所持物なんでしょうか。おお、でリアクションします。はい。そしたら照明がピンスポットになります。になりましたら、はい、僕のキューで行ってみさんが、はい。はい。
暗逆襲それ台本があるんですか。大丈夫一応、まあ、ご案内すると打ち合わせしつつ、うん、もう覚えてきてるんですか。簡単に言うと大体その中でも3逆記事だから今週今週15時40分わかりました。はい、ガミさんありがとうございました。面白です。じゃあこの買います。ちょっと待ってください。続いての依頼人の登場です。東京都江戸川区からお越しの田中俊之さんです。どうも、光るところで田中俊之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですがご依頼の品を見せてください。はい、縦下に下ろしちゃってください。あ、はい、落としちゃってください。はい、こちらはどんなご呪物なんでしょうか。ラストオシラ様です。じゃあ先ほどお話しいただいてその魂を入れていただいたら人が来るようになったり食べ物が、はい、届くようになったり、あと髪の毛がちょっと増えたりもうだいぶ増えたりです、うん、ということもある。多分あの目の神様とも言われるんで、うん、まあ、なんか目の神様ちょっとずれていってる髪の毛、うん、理解します。理解します。ああ。じゃあまたそういうちょっと薄毛に悩んでる方にはおすすめだ。そうですね。あとはまあ家で寂しい方とかは人が集まるので、うん、やっぱ賑やかになる気がしますね。田中さんご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。結構話あっちゃこっちゃっちゃったんで、一応この台本通りの流れで言葉は田中さんに任せますけど、密着が密着してるです。お願いします。どうぞ。続いての依頼人の登場です。やっぱ田中さん今日の主役でしたね。間違いなく。今から多分1時間半ぐらいあるって言ってたから、ちょっと千代さんも適当にしといて。あ、千代さん一回休憩。はい。休憩しましょう。あ、休憩で。なんか参考例としてこれがそれですみたいな感じで先に例えば例みたいな感じで都市が ありがとうございます。本番前ですが田中さんどうですか。台本通りの考えた話するのいつもせえへん癖があるからちょっと気をつけて決められたことやろうかな。ひねくれ者ですよ。そうやね、癖やねんな。ちゃんとしようと思えば思うほど、はい、違う方向に行ってしまう。頑張ります。頑張ってください。あ、すいません。あ、今日のやつ、もし余ったら。あ、分かってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 あれ、山田、このクリーン。そういう風な設定を今つけようとするよ。やめたくなる。僕は今完全に林さんがトップは一番安定してるから、今後毎回そうした方がいい。いやいや、キングギドラでいいでしょ。いやいや、あれトップだとバランス崩れるのよ。いやいや、いきなりギャグを持ってるわけにいかない。ギャグじゃないですよ。ギャグじゃないですよ。情熱大陸みたいな。やっぱ真剣勝負なんで。ありがとうございます。都市も頑張ります。都市が行く。じゃあ2番までこちらでお待ちいただくことになります。はい。じゃあ本番回してまいります。はい。では参ります。はい。では。3まで5秒前4 3 ですね。
幸せの絶頂だなこの子は埋まっている時に首を切り落とす。首を切り落としたらその首から下胴体だけがこれで使うのは合う話なので、で世界で有名な情報の一つです。これスピンオフ番組中澤さんがオチですから。呪物といえば田中俊之です。続いての依頼人の登場です。東京都江東区からお越しの田中俊之さんです。どうもオカルトコレクター田中俊之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですがお依頼の品を見せてください。はい、来ました。こちらはどんな呪術なんでしょうか。ラストおしら様です。はい、わかりました。田中さん紹介ありがとうございました。うん、山口さん、はい、補足カードお願いします。これはゲストの皆さん、この呪術いくらなら欲しいか金額を記入してください。合計額出たようです。オカルトザプライス1、10、100、1000。はい、田中さんありがとうございました。ありがとうございました。1万はいくかと思いますけどね。こうちゃんのどうでした。手応えありですね。手応えあり。中澤さんにうまく回せたと思います。顔がめっちゃ真剣ですね。仕事の顔ですね。プロフェッショナル田中俊之。やっぱ、はい、勝手にスイッチ入るんでしょうね。なんか振るんですよ。お疲れ様でした。前半終わりました。前半終わり。でも田中君もね、初めて階段グランプリ優勝した時にね、この道に入ると思わなかったの。いや、そうですよ。でも初期は本当お世話になりました、ね。初期は。初期はね。初期は特にね。特にね。いろいろイベント呼んでいただきましたからね。ねえ、いや、まさか専門のプロになるとは。いえいえ。田中さん、後半戦です。後半戦ね、ちょっと早瀬君と僕だけなんで、はい、ちょっとバシッと決めた。バシッと。最後ですもんね、もうね、鳥ですよ、鳥。スパーン。早瀬さんなんか最初なんですね。早瀬君が最初で。おー、ありがとうございます。田中さんってテンパですか。いや、もみあげの曲がり方がすごい。テンパです、テンパ。あ、テンパです、うん、テンパですよ。自覚が。オークションが終わる時間まで必ず起きてやろうと思って、うん、ずっと結構僕最初から5600円ぐらいの時から見てたんですね。はい。で、20何万円まで行って一瞬その競り合いが終わったんですよ。あ、これ行ったなと思って、でそのまま寝てしまったんですよ。続いての依頼人の登場です。東京都江東区からお越しの田中俊之さんです。どうも、オカルトコレクター田中俊之です。知ってます。さあ、こちらはどんな呪術物なんでしょうか。はい、満州帰りの日本人形です。影響を受けたことってあんましないんですよ。うん、階段集めてますけど、心霊体験もそんなにない。はい、めちゃくちゃ怖いところがあるんですよ。何でしょう。1、10、100。はい、田中さんありがとうございました。それではまた次回新たな緊急検証でお会いしましょう。さよなら。はい、いただきます。 OK です。ありがとうございます。じゃあ本編は以上。じゃあ撮りますね。はい、行きます。はい、今撮ってます。
はい、最後に笑顔お願いします。はい。はい、次。ありがとうございます。ありがとうございます。スタジオハリさん。はい、じゃあ中澤さん。お疲れした。終わりました。うん、お疲れ様でした。本当？僕ら3人ともオカルト、はい、カラオ宇宙人カラオケ大会、あ、そうですね、ご一緒、ね、はい、いただきました。ありがとうございました。その説は本当にありがとうございます。またご一緒できるなんて。ね、夢にもね、思わなかった。目が怖い。目が怖い。目が怖い。このつぶらの目が怖い怖い。すごい分かってしまう。黒目が多くなる。どうでした？呪物、てか本当に今までよく無事で生きてましたねっていうぐらい。無事でもないですよ、結構怪我したりとか、ほぼ首動かなくなったりとか足動かなかったりしてます。そう、早瀬くんは結構食らってる。ほぼ食らってますね。なんかいつか会えなくなるかもしれなくて怖いですよ。坂口さんあれですよ、新曲の選抜メンバーです。すごい。レコーディングの元カレですっていう曲なので、はいはい、素晴らしい、素晴らしい名曲で、はい、必ず聴いてください。お願いします。これぐらいで、はい、すいません、ありがとうございます。またありがとうございます。またお願いします。またお借りお邪魔しました。はい、お願いいたします。お願いします。はやさんの新境地綺麗、マイナスイメージだった。今日1点とかヘトヘトですか？いや、今日そんな疲れてないの、なんでやろ。なんか楽しかったですね。うん、いつももっと結構疲れんねんな、うん、でやろ。今日まあ呪物やったからかな、まあ、楽しくできましたね、今日は。戻ってきました。確かに、ね、英語わからなくて取材したいと思います。